皆さんこんにちは、ミカです。今日は SNS でかなり話題になったファイバーで長さ出しする方法を皆さんに紹介したいと思います。長さ出しの動画はかなり久々ですね。今まではネイルチップだったりとか、あとはアクリルパウダーなどで長さ出ししました。過去にティッシュで長さ出しという面白い企画にも挑戦しましたが、今日は初めてやってみるネイルファイバーでの長さ出しです。こちらは中国で流行ったらしいんですけども、ちょっと入手して私もやってみようと思います。また動画の中で使用しているネイル用のファイバーと合わせて使用しているレティシアパーツグルージェル、それぞれのリンクはこの動画の詳細部分に載せておきますので、動画を見ながら真似してやってみたいと思ってくださったら、ぜひ動画詳細部分を見てみてください。それではスタート。まず袋からファイバーを取り出したら、長さ出しをしたい爪に当てて幅を調整します。幅が狭くなったり広がったりしないように、ノンワイプトップジェルで3センチほど開けて塗り硬化し、このように仮止めいたします。では地爪にはレティシアプレプライマーという地爪の油分と水分を除去してくれる液体、こちらをしっかり通します。そして十分に乾かしましょう。ではレティシアノンサンディングベースジェル、こちらを爪の根元を少し開けて先端まで端から端に塗ります。塗れたらここで先ほど作ったファイバーを隙間がないようにきれいにならして、爪の上に当てていきます。角度などが決まったら、プッシャーやまたウッドスティックなどを使ってベースジェルとファイバーをしっかり密着させていきます。この時空気ができるだけ入らないように優しく撫でていくのがポイントです。そしたらノンサンディングベースジェルをファイバーの先端の部分にも塗っていきます。塗れたらライトで硬化します。ではハサミを使って適切な長さでカットいたします。ファイバーも固まっているので簡単にパキパキッと長さをカットすることができます。また爪の形を整えるのに余分な部分はこの段階であらかじめカットしておくと後々楽です。ではノンサンディングベースジェルの未硬化ジェルをジェルクリーナーで一度拭き取り、このようにカーブを地爪に合わせるように調節します。ではここでレティシアパーツグルージェル、こちらを今度は根元から先まで全体に塗ります。パーツグルージェルはパーツを取れにくくするだけではなく、トップジェルにも使えますし、長さ出しもできる強度のあるジェルですので、ファイバーとの相性も抜群です。ではライトで硬化できたら、パーツグルージェルの未硬化ジェルをこちらもジェルクリーナーで拭き取ります。綺麗に拭き取ることができたら、今度はネイルファイルで爪の形を整えていきます。爪の形を整えることができたら、はい、こんな感じです。サイドだけ少し削りました。爪の丸みを持たせるためにバランスを取りました。はい、とてもツヤツヤしていて、意外とファイバーの線っていうのがあんまり見えないので透明感が出ていいなと思います。ではここでカラーリングをやってしまいたいと思います。最近発売したレティシアカラージェルのパーマネントローズという透明感のあるピンク色なんですけども、こちらを一色塗りしたいと思います。またこの時にもうベースジェルは塗らなくても大丈夫です。そのままカラーリングして OK です。はい、塗って固めれたら仕上げにノンワイプトップジェルを塗って、またライトで硬化し、最後はレティシアネイルケアオイルで爪の根元サイドをしっかり保湿してあげると、はい、こんな風に長さ出しでネイルアートが完成しました。
いかがでしょうか。ネイルファイバーで長さだししたとは思えないくらいネイルファイバーの線がしっかりと消えてツヤツヤで透明感のある長さだしができました。このやり方だと左手でも右手に長さだしをするのが簡単じゃないかなと思っています。よかったらセルフネイラーの皆さんぜひぜひやってみてください。今日紹介したネイルファイバーでの長さだしをするときはパーツグルージェルのように硬さの出るジェルまたはハードジェルなどがおすすめです。動画の中で使用したアイテムはこの動画の詳細部分にリンクを載せておきますのでよかったらチェックしてみてください。それでは皆さんいかがでしたか。楽しんで見ていただけてたら嬉しいです。ファイバーでの長さだし結構難しそうだなと思ったんですが1回目はちょっと難しいですが慣れるととても簡単なのでぜひ皆さんも挑戦してみてください。それではこれから夏休みまだまだ続きますがぜひぜひ皆さん長さだしをしてちょっとこうおしゃれな爪元気な爪派手なネイルでいろんなところに遊びに行ってください。はい、そして他にもいろんなネイル動画を紹介しています。こういったネイルのお悩み解決系や長さだしのやり方だけでなくてネイルアートのやり方もいっぱい紹介しています。動画を見ながら真似してくださった時はぜひ私のインスタグラムをタグ付けして教えてくれると嬉しいです。見つけた時は必ずいいねを押しに行きます。では皆さん今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, I